有明西ふ頭公園で今日は地合いの調査をしていきたいと思います。現在朝の3時半ですね。何時頃釣れるか、地合い調査をしていきたいと思います。それでは早速ちょっと準備していきたいと思います。一応ここ投げ釣りが禁止みたいなんで、サビキとヘチ釣りでやっていきます。それでは準備できましたね。2本サビキの1本ヘチ釣りの餌は磯目ですね。これで何かしら1匹釣れるよう頑張ります。現在5時ですね。今のところあたりはないです。時刻今6時半ですね。すごいイワシの群れが入ってきましたね。見えるかな、見えないな。地合いが来てるかもしれないですね。イワシが結構、イワシ襲来ですね。でもかからない。1本サビキ回収してイワシの泳がせをやりたいと思います。6時34分ですね。ちょっと仕掛け変えます。現在6時45分です。一番左が、磯目のヘチ釣りで、真ん中がトリックのサビキで、一番右が、イワシの泳がせをしています。今トリックに当たりがありましたね。かかってない。が釣れましたね。今6時57分ですね。あ、かかった。
またサバが。7時10分ですね。サバ2匹目釣れました。磯目のぶっ込みに当たりがありました。サラがめっちゃいる。7時13分です。7時18分ですね。泳がせのイワシ見てみたらいなくなってたんで、さっき釣れたサッパを泳がせてます。足元で泳がしてるんで、まあかかるかわかんないですけど、ちょっと様子を見ていきたいと思います。泳がせか。元気に泳いでますね。潜っていかないな。おお、うわ、背釣りに何かあんのかな、反応あんのかな。サッパが暴れてるだけかな。出るだけかな。ああ、バレた。バレちゃったな。ちなみにトリックはそこまで落としてますね。今7時34分です。この泳がせガツンと来ないですね。あ、サッパだな。うわ、張り切られた。サッパですね。いいサイズですね。15センチぐらいですかね。めちゃめちゃ針切られんだ。1、2、3、4、5、5本あればいいか。ちなみに今7時36分ですね。現在8時ですね。当たりが2人と なくなりましたね。もう少しちょっとやっていきたいと思います。今8時半ですね。またサバが磯目のヘチ釣りで釣れましたね。でけ、当たりが一切なくなっております。まああと1時間ぐらいやったら
片付けて帰ろうかなと思います。またなんか釣れればいいんですけどね。9時半になりましたね。当たりがないですね。あとまあ30分もうちょっと頑張っていきたいと思います。ここはゴミ捨て場もあるから便利ですね。10時になりましたね。あれから当たりは全くなかったですね。まあでも自愛の時間が分かったんで、まあそれを参考にしてみてください。それでは次の動画もよろしくお願いいたします。Thank you.